見てください、こちらの大きな建物、なんと大きさはあのゴジラとほぼ同じ。こちらが一体何かというと、ノルウェー第3の都市トロンハイムのシンボルでありますニダロス大聖堂。その大きさは中世に建てられた教会の中ではなんとノルウェーで一番大きいんですね。聖オラフ2世が作り上げて1152年頃に完成しました。というわけでノルウェーで一番迫力のある教会ニダロス大聖堂行ってまいりましょう。さあというわけでですね、ニダロス大聖堂にやってまいりました。いやー、ここはなんとこのトロンヘイムで一番大きな教会でございます。この町のシンボル的なものですね。はい、すごいですよ、草原ですね。さあチケットを買ったんですが、めちゃくちゃ普通のなんかレシートみたいな感じで、なんか信じられないですね、これがチケットっていうのは。いきなり鐘が鳴り始めましたね。いやー、なんかね、入り口がちょっと見つかりづらかったですけど、多分これですね。ください、この豪華な作り。いや本当にね、すごいという言葉以外出てこないですね。素晴らしすぎますね。 So no one's to express great, great cathedral。 いやーすごい。あ、なんだこれ、何の石だ。はい、というわけでですね、いやもうすごいですね。ここの、教会ができたのが大体中世のヨーロッパなんで、要するに、まあ、日本でいうところの鎌倉時代のちょっと前くらいなんですよね。そのだから日本でまだお寺とかが作られてた時代に、まあ、日本にもね、奈良の大仏みたいなすごいお寺がその前に作られてはいますが、こういったね、めちゃくちゃでかい教会がこの辺りに作られてるってのは本当に衝撃ですよね。でそれが今まで残ってるってのが本当に素晴らしいなと思います。いやー、なんていうか、僕はキリスト教徒ではないですが、本当にもう表す言葉がないくらい素晴らしいものですね。もう素晴らしい、北欧最高と。いや最高ですね。いや、まさに圧巻ということはこの建物のためにあるんじゃないかっていうくらいすごい迫力ですよね。もう建物自体が岩でできているっていうこともありますから、そこによる迫力もまた大きいです。しかもこの建物を建てられたのがもうほんと900年とかそれくらい前だっていうから、なおさらそれが驚きなんですよ。こんなに大きなものをそんな昔に建てることができたのかと。いやいやいや、日本ではなかなか味わうことができない圧力を持った建物でございますね。いや本当にね、これはノルウェー来たらマジでこれを見るためだけにトロンハイムに来てもいいなと思うくらいでございますね。さあというわけで次はですね、こちらのミュージアムにやってまいりました。これ何のミュージアムかちょっとわかんないんですけど、ちょっととりあえず入ってみようと思います。なんかあのチケットにここの料金も含まれてたんで行ってみます。さあというわけで博物館の中へと入りました。こちらの博物館、正式名称は司祭の館博物館という名前でございます。司祭というのはこの教会のトップの人のことですね。ちなみに、先ほど見たニダロス大聖堂というのは大聖堂、つまり教会よりもちょっとワンランク上のものになります。その大聖堂のトップは司教っていうんで、この建物がなぜ司祭の館なのかっていうのはちょっとよくわからないんですが、てっきりその大聖堂のトップ、つまり司教の館博物館であるべきなんじゃないかなと思ったんですが、そこはまああまり気にしなくてもいいでしょう。おそらく日本語に訳するときになんかそういう感じになっちゃったんじゃないかなと。本当は司教の館博物館って言った方がいいんじゃないかなって思いました。というのも、こちらですね、どういう建物かというと、
その教会の美術品っていうのがずらーっと並べられてるんですね。こちらの石像とか見ていただいても分かる通り、本当にね、古いものが残ってるわけなんですよ。もう歴史的にめちゃくちゃ価値のあるものしかないわけですね。いやいやいや、その昔、それこそですね、中世、つまりヨーロッパでいうと476年から1300年頃っていうのは、この時代も教会こそ全てだったんですね。教会 is God、 もうキリスト教 is 最高みたいな、そんな時代が続いてたわけです。要するに教会っていうのはその中心であるわけですから、ある意味国の王様なんかよりも教会の方が強い力を持ってたりしたわけなんですね。つまりその国で一番強かったのはその国の王様でもなく教会ですよと言っても過言ではないという、そういう時代が中世なわけです。その時に集められた美術品、つまりその国で一番価値のある美術品っていうのがこの教会に集まってたわけなんですよね。それを陳列しているっていうことなので、要するにまあめちゃくちゃ価値のある、その当時その国で一番価値のあったものがここにはありますよっていうことなんですよ。これ何をしてるか分かります？これね、なんとお金を作ってるんですね。つまり教会あたりには発行券もあったわけなんですよ。お金の発行券、すごいですよね。要するに国の中枢である通貨を牛耳っていた。どれだけ教会っていうのが力強い存在なのか、大聖堂っていうのが力強い存在なのかというのがこの展示からも分かります。いやいやいや、すごいですね。まさか教会や大聖堂の博物館でこういう歴史を見るとは思いませんでした。やっぱりヨーロッパっていうのは日本とは全く違いますね。日本だとお寺が権力を握るっていう時代、まあ、確かにありましたね。ただただ王様よりも強いっていうことはなかなかなかったんじゃないかなと思います。そういったところもヨーロッパと日本の違いを感じることができて、なかなか面白いなと思いますね。なんとですね、なんか民族衣装を着れるコーナーがあったんで着てみました。いかがでしょうか。これで僕もノルウェー人、いやーいいですね。なんかいろんな衣装がありますね。いろんな衣装があるんで、なんかノルウェーはすごく建国記念日の時とかにみんな民族衣装で来てお祝いするらしくて、すごい愛国意識が強いらしくて、なんかたくさん民族衣装200以上あるらしくてですね、細かくなんですけど、その日の一部があるところですね。はい、という感じでミュージアムを見てきたんですけども、いやすごかったですね。この辺りのこのだから教会をですね、大聖堂を作った人、オラフさんという人がですね、平安時代あたりに作ったんですけど、その歴史的なもの、この要するにこの大聖堂の歴史とか、ここにかつて埋蔵されてたものとかがいろいろと展示されてる、なんかミュージアムっていうのは要するにこの大聖堂のミュージアムっていうことですね。そういった感じでございました。すごかったですね。なんか中には造幣局とかもあって、だからここでどういうふうに権威が発達してこのトロンヘムが発展していったかっていうところをちょっと垣間見ることができたっていう感じですね。面白いですね。Nチャンネルご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは旅に関する動画を上げていっております。少しでも面白いなと思ったらいいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。次の動画を作る時のモチベーションになります。ありがとうございました。それじゃあまた。